トム・ラティマーはイングランドのプロレスラー。ダービーシャー州チェスターフィールド出身。現在はブラムのリングネームで活動。幼少期に家に置いてあった WWF のレッスルマニア8とキングオブザリング1998のビデオを見たことからプロレスラーになることを志すようになる。2002年、レフェリーとしてプロレスデビューするが、後にプロレスラーへと転身。ジェフ・ケイが主催するレスリングスクールにてトレーニングを始め、イングランドのインディー団体を中心に活動。2005年11月には WWE のヒートにてジョバーとして、レスリングスクールの仲間であるクリス・カオスをパートナーに、ジーン・スニツキー&ダイソン・トムコ組と対戦した。2010年、WWE とディベロップメント契約。参加団体の FCW にて2011年1月20日、ケネス・キャメロンのリングネームでデビュー。9月より、大型ユニット、ジ・アセンションの一員となってからは、出場機会が増え、上層部から期待される存在へと成長。2012年、FCW から NXT へと移行してからは、アセンションの相棒であるコナー・オブライエンとメイン戦線で活躍。ウーソズとの抗争において圧倒的な差を見せつけた。11月22日、フロリダ州セントピーターズバーグにて、飲酒運転、さらに暴行罪を犯したことにより逮捕されたことが発覚。2011年1月にも飲酒運転をして、逮捕された前歴も重なり12月より NXT のロースター枠から外され解雇となった。WWE 解雇後、2013年2月より、WWE 時代から使用しているケネス・キャメロンのリングネーム及びジ・アセンションのギミックでフロリダを拠点とするFUやFIPといったインディ団体で活動。2月27日には WXW にてケネス・ザ・グレートなるリングネームで参戦。2014年4月11日、TNAのトライアウトを受けて合格。契約を交わし入団。WWE 時代とは違って、髭を蓄えた姿で、ブラムのリングネームで活動するようになり、5月1日のインパクトレスリングにて、マグナスの旧友として登場。マグナスのセコンドについて、対戦相手であるウィローを襲撃し、反則負けとなった。15日、マグナスと組んで、ウィローと2対1でのハンディキャップマッチで、デビュー戦を行うもマグナスに対して、狂気を渡して狂気に目覚めるようそそのかすも迷っている。マグナスの隙をついたウィローが丸め込んで敗戦となった。以降、マグナスをそそのかし続けたことにより、狂気に目覚めさせることに成功し、ウィローに対して反則行為を続けた。ブラムと凶暴化したマグナスの反則行為に対してこらえかねたウィローは6月26日、決着戦としてマグナスと組んで、ウィロー&アビスと、狂気使用ありのノーホールズバードマッチを行い、試合終盤に、アビスが愛用している釘板を奪って攻撃し、倒れたところをフォールして勝利した。アビスとの抗争終了後、9月より、ガンナー&サミュエル・ショーと短期抗争を展開。10月8日には、ショーと決着戦として、ハードコアマッチを行い勝利した。15日には、イーサン・カーター3世&タイラスに対してマイクアピールで対戦表明していたディーボンを襲撃。ECW 出身のレスラーのハードコアマッチは大したことないと挑発し、22日にディーボンとハードコアマッチを行い窮地に陥るが、マグナスの介入により勝利。しかし、この敗戦に奮闘したディーボンは ECW 時代の盟友であるトミー・ドリーマーを呼び寄せ、11月5日にマグナスと組んでディーボン&ドリーマーと対戦するが、自身はリング下に置かれた机に落とされ、マグナスはドリーマーの得意技である DDT を椅子の上から決められ敗戦した。11月19日、ドリーマーとの一騎打ちを行い中盤まで優勢に進めるもドリーマーが有刺鉄線を絡ませた椅子を取り出したことで流れは一変。しかし、マグナスの介入により再び優勢になるかと思われたが、アルスノーの乱入によりマグナスはリングより除外された。最終的にはロープに挟まれた有刺鉄線付きの椅子にドリーマーを投げつけ、ジャンピング DDT を決めて勝利した。2016年1月、TNAキングオブザマウンテン王座を保持するルードを標的にしていたところ、エリック・ヤングと意気投合し、タッグを結成。ヤングがルードからベルトを奪い、王座の防衛を順調に重ねていたが、TNAキングオブザマウンテン王座を虎視眈々と狙っていたことからヤングを裏切って、反旗を翻す。4月26日、サクリファイス2016にて、フォールズカウントエニウェアマッチによる王座戦を行う。ドラム缶の蓋で殴り合いを展開し、最後は場外に設置していた机に向かって、ブライターサイドオブサファリングを決めて勝利。ベルトを奪取した。2017年3月、日本の団体であるノアが4月22日に開催するグローバルタッグリーグ戦2017にロビー・イーとニューブローマンズなるタッグチームを結成して出場することを発表。4月22日、ノアにてグローバルタッグリーグ戦2017開幕戦で、最後に小峠にハイジャックパイルドライバーを決めて勝利。同月26日、不祥事を起こした件で出場停止処分を受け、以降の試合は不戦敗扱いとなり、勝ち点2という結果に終わった。パイルドライバー、ありがとうございます。